消費者宅地アミシルサイということで今回も動画撮っていくんですけども、今回はね、こちらアップデートが来て、まあ、昨日もね、アップできた状態で動画撮ってたんですけども、このね、オーディオのところ、これでクラウド音がね、調整できるようになったっていうことでね、いや、これマジで、YouTube やってる人からしたら本当にでかいことで、クラウド音をね、BGM にして動画投稿ができるようになったってことで、前までね、音入んなかったんですよ。入ってもね、で、マルちゃんって行こう。そう、音入っても、なんか、声が聞こえなくなっちゃったりとかね、どっちかっていうか、クラロワ音かながめちゃくちゃ大きくなっちゃってたりしたんですけど、それがなくなってね、改善されたってことで、これめっちゃいいね。どんな感じか、わかんないけど。やばくね？ガチで言ってんの、それ。いや、もう、PS も何もないって、それ。マジで。これ何、デッキ知ってるとかかな、さすがに。じゃないとやばいよな。マゾニクとか持ってたら俺がどうしてたんだろう。さあ、これはアイゴルでね、タゲ取りつつ、いや、マジでやばいって。まあでも抑えた方だね。いや、これバルーン行くの怖いけど、行こう。オッケー、巨石かぶったのでかい。さあ、メガゴー、プラスのトルネかな。いや、これ雪玉だな、多分相手。あ、違うか。雪じゃないならこれ雪ラム打たなくてよかったな。今雪ラム繰り読みで雪ラム打ったんですけど、じゃ日本語大丈夫。いや、これはめっちゃ溜まってからウッド転がして、いや、ウッドが強い。あ、そう、なんでウッドかっていうとね、ウッドが強いからです。理由になってるかな。ウッドめっちゃ強いんですよ今。ただこれスケで真ん中寄せて、いや、オッケー。いや、これはね、雪ラムで多分ね、いい感じになるんで。いや、マジで雪玉強え。オッケー。いや、これはいったっしょ。でかい。いや、相手ヤンキーだな。てか、トロがめっちゃ下がってると思うんですけど、気づいた人いるかな？みんな気づいてるかな？もう本当に、昨日ね、動画撮り終わった時が7人ぐらいかな、確か。で、後も少しね、回したんですけど、本当にね、マジで、誰がやってんのみたいな。ガチで、逆代行みたいな、本当にもう、別人やんっていうぐらいね、下手くそで、昨日は。プレイがね、いつもにも増して、やばかったんですよ。出た、このさ、絶対キョスケの方がさ、お前前いるやろっていうね。これあるあるですよ。これ雪ラム打ってあげて、さあ、これいいね。オッケー。いやー、いい穴目だな。マスケ処理された。でもこれ耐えれそうだよね。耐える方で行こうか。オッケー、これウッド転がして。ああ、なるほどね。それ持ってんだ。これ釣れる？あ、釣れないじゃん。やばいって。いや、キョスケ入んのマジで良くないぞ。いや、それはやばいって。ガチで。キング起動してくんの？スケラで。いや、まあそれ痛いけど多分、言うて、時間的にも守れんじゃないかな。キング起動しちゃってるから。うわ、なるほどね。いや、これもう全力で、このなんか、絶対に何も入んないようにしてあげて。さあ、オッケー、これでね、フリーズ来ても多分 GG ですね。オッケー。これは相手マジで、絶対沼ってるだろ。プレイおかしいもん。まあ結構押されたけど。ということで、さあ7000ですね。もうマジで低いって。まあ今日はそんな長くは取んないな。今回の動画は、この BGM がね、クラロワ音でつけれるようになったっていう動画。で、今日の夜と明日で結構上げたいなーって思ってますね。今日の夜から明日にかけてが時間あるんで、そこで上げつつって感じかなー。上げれたらマジで。てか上げないとやばいね。今季ウッドかなーって思ってますね。まあ、樽でもいいんだけど、やっぱエレジャイミラーがさ、まあ、次の動画のタイトルエレジャイミラーやばすぎじゃねっていう動画撮ろうと思ってるんですけど、まあ、デッキのせいで本当になんか終わってるよね、いろいろと。 OK、 これは雪ラム打ってあげて、さあ OK、 これね、遅延かけつつバルーンもね、もう一発入れるっていうね、いい感じの。さあ、これは、あ、待って、ミスったな、位置やばい。これ、あ、でもいっか、全部釣れんならいいや。どっちにしろね、やられちゃうんで、あー、なるほどね。まあ、こういう時はね、樽があるといいよね、受けが。ただ、ここはね、真ん中集めてあげて、さあ、ウッドだね、ここは。まあ、ウッドも強い、これ。
いや、とはいえだな、エリババ16がどんだけ、お前やばいな、ぶっ壊れたって。やばいって、お前強すぎ。まあ、30死なんでね、相手が。ちょっとでも耐えたら俺の勝ちなんで、と思ったけど、これやばいな、これマジでサイクルってか、アドがやばい。でもこれ相手多分6コスとかでしょ。と思うんで、もう無理やり行きますか。さあ、どうだ？いや、だよね。相手もあんま多分エリクサーないんで、いや、めっちゃ美味しいな、それ。さあ、ダッシュしてたんで、ここはね、落ち着いて。はい、これから切ってって、逆サイ持っていきつつ、ポンプもね、壊せると。いやー、回収される、これ。オッケーオッケーオッケー。その破壊時の位置ならね、どっちにしろされちゃうやつだから、結果、オッケー。これダッシュ来るね、絶対。え、来ないんだ。なるほどね。あ、爆破当たってんのマジででかいな、これ。どっちにゴーストかな、相手。さあ、これミラーっすね、多分。ミラー三重視が来るね。だね。さあ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 、オッケーオッケーオッケー。ここはね、蓋しつつ、オッケーオッケー。OK OK、これで三重視でね、一体を倒していくと。いや、でかい。これマジ一体倒せるだけででかいからね、変わってくるから。さあ、これは、こっちに釣ってあげて、左のね、あいつは痛いんだけど、さあ、これで、ね、ダッシュ来ても抑えれる。で、あとね、エリババが怖いぐらいなんで、まあ、こっちはね、もう耐えたら勝ちだし、なんならね、もう一個落とせるんで、いや、これは GG だね。オッケーオッケーオッケー。いや、いいっすね。いいね。まあ、三種はね、耐えちゃえば勝ちなんでね。あそこで、相手がポンプ、多分だけど、6コスとは言わないけど、あんまりね、あ、10コスで置いたポンプでは多分なかったから、バルーン突っ込めたのは良かったね。まあ、結構賭けだけどな、あれは。相手がめっちゃエリクサー持ってたら30死出されてカウンターで終わりだけど。まあ、30死相手とかも多分ウッドが結構強いかな。ヒースピで、あの、タルだとね、かわされることがあるんですけど、届かなかったりね。で、ヒースピ残って、めっちゃ入っちゃうみたいなのね、たまにあるんだけど、それがないんでね、ウッドだと。うわー、これ遅延スキラか。いや、まあ、遅延スキラとかはね、もうしょうがない、当たっちゃうのは。だって今の環境、多分だけど全然いないと思うんだよね。なのに当たるってことはもうね、そういう仕様っていうかゲームだから、もうしょうがないとしか言えないわ。これはもう早めにね、溶かしに行きましょう。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。いや、これでいいよ。これでいい、これでいい。オッケーオッケー、墓石切った。いや、これマスキが、壊してくんねえかな。そんなうまくいかないよね。これ多分ね、アイスウィズこの辺に来るんだよね。なので、処理してあげて。あ、そこか。普通の位置か。そこらでね、雪ラム打ってあげて。まあ、緊急路されるけど、OK。これミスってね。OK、OK、OK。熱いな。マジで。さあ、2発。でかいね。でも、緊急路されちゃうかな、これは。あ、されない。いや、激アツだな、それは。いや、ここですね。ここね、攻めてもいいんだけど、ちょっと怖いから、一旦受けるか。これ、ボムここだね。ベビドラスキラ多分来るんで、もう全部ここでね、受けつつ行きたい。さあ、これはいい感じのタイミングでウッドを転がしていき。さあ、いいよ。完璧じゃないこれ。オッケーオッケー、めっちゃ完璧。これはまたね、いい感じのタイミングで雪ラム打ってあげて、さあ、かわしていく。もうマジで、なんで？なんで本当に。それ当たんないのやばいわ。よくないわ。さあ、ここは。オッケー、なるほど。これね、タルだと思うんで相手。さあ、ここ処理していく。え、待って、マジか、それ。いや、タゲがえぐい。いや、めっちゃいい延命かと思いきや、全然だね。いや、これスキャラ来るよね。うわ、やばいな。いや、とはいえ、言うて守れるかな、ここは。さあ、ポイズン来た。いや、キングキロでかっ。マジこれちょっと待って、あれだな。もったいぶらずに、ウッドまで転がしていいな。オッケーオッケーオッケー。さあ、キングキローはめちゃくちゃでかい。とはいえね、こっからですよ。こっからどうするか問題がある。ここあれだな。墓石を壊しに行こう。来い、墓石。オッケーオッケーオッケー。さあ、これで、ユキラム打って壊してあげて、相手がね、トルネでキングキローしようもんなら、入っちゃうんでね。あ、確実にキングキロー。いやー、してこない。いやー、マジか。これ勝つの熱っ。まあ相手のプレミがすごかったけど。まあとはいえ、ラッキーっすね。いや、でかいな。これはでかい。チェーンスキラーに勝てんのは本当に
もう今日上がりそうだね、トロ。371。いいね、動画撮るとやっぱね、動画撮ると意外と勝てちゃうんだよな。もう生放送したいもん、今。生放送したいな、今日。できないけど多分。明日かな、できて。明日ワンチャンやるかもしれないね、YouTube で。爆上げ配信したいな。多分全然上げれないけど。今期でも真面目にトロ上げしてはないからまだ。いや、これ言い訳だな。めっちゃ言い訳に聞こえるからやめとこう。さあ、これはガグムレか、あ、吹き矢か。オッケー。吹き矢に対してはこのウッドが強いんですよね。いや、これがウッドのね、良さよね。さあ、これで一発入りそう。いや、いいね。でかい。スケムレかな。はいはいはい。ディガー来たら、ディガー。来なかったら、あー、なるほど。これは、いや、美味しいね。これ全部まとめて。待って、スケルトン1体が、後ろ、遠回りしてるけど、さあ、いい防衛。これ、アイゴレつけちゃうか。アイゴレディガー。これ多分ちょっとだるいはず。コウモリも切ってたし、さあ、いいね。これ多分結構入るよ。オッケーオッケーオッケー。いいっすね。これ、ボムタワーでもいいんだけど、まあ、マスケかな？アンパイは。あ、マジか。そんなエリクトあんだ。さあ、ここは？あ、スキル使えんのか。ガチか。それ、やばいね。いや、ただ、とはいえ？とはいえだね。いやー、まあ、痛いけど、まあまあまあ、抑えた方でしょう。いやー、とはいえだな、やっぱ。どうしよう。いやー。いやー、これ、ウッドで、許容かな。いやー、許容だね、ここは。てか、ガゴムレ持ちか。ガゴムレコウモリ。うわ、ちょっと待って、それやばい。マジか。きつい、きつい、きつい。いや、これしんどいね。ガゴムレプラスコウモリプラス吹き矢は結構地獄だね。これ多分持ってるよな、もうガゴムレ。でもディガー切ったんでね、攻めたいと思います。ここで、さあ、ガゴムレ来た。オッケー、これに対してはイクラムってあげて。さあ、こいつはね、逆サイド持っていきつつ。いや、それマジか、やべえ。これやっちゃったな。絶対やらかしたわ。ああ、もう絶対やらかしてる、これは。マジで下手。やばい。溶けんな、溶けんな、溶けんな。ああ、これは終わった。さすがに終わった。いやー、マジか。相手の追加。いや、美味しいんだけどな、相手のその追加も。なんでだろう。これちょっと。いや、これ、タルで。いや、どうだろうな。そんなにプレイどっか悪かったかな。まあ、負けるってことは悪いってことだよね。いや、まあでもきついな、コウモリと。ああ、やなめね。うわー、これちょっとなんか勝てそうだな。いやー、どこだ。いや、相手があれか。やっぱあの、あら、あそこよくなかったな、絶対。アイゴレティガーの形組んだ時あれ多分よくなかったな。アド取れてると思ったけど、取れてなかったかな。取れてなかったとしたらマジで下手くそだし、めっちゃ恥ずかしい、あれだわ。まあいいけど。さあ、71ぐらい行って終わりたいね。まあ今日は本当に最初も言ったけど、多分、トロ上げってよりかは、BGM がね、つけれましたよ、つけれるようになりましたっていう感じの動画。いや、これ動画外でトロを爆上げして、次のね、明日も多分動画上げたいなと思ってるんで、明日にはね、結構上の方で撮りたいな。上っていうか、まあ3桁かな。今の俺は。俺の限界は。いう2桁は多分相当厳しいんでね。うわ、なるほどね。うわ、うま、うまっていうか、え？ガチか。そんな守れる？いや、これ、迫撃か？トルネロケット。いや、クロスかと思ったけど、迫撃っぽいな。いやー、まあ、これ負けたら終わりますか。迫撃ロケットはガチでゴミだな。ゴミデッキっていうか、ゴミ相性だね。今季さ、エレジャイが多いってのもあるけど、トルネの使用率が本当に異常なんだよね。めちゃくちゃ当たるトルネ持ちに。もうトルネしんどいんだよな。本当に厳しい。てか強いわ。バルーンに強すぎるんだよ、あいつ。
さあこれはアーチャー来るかな、ここに。オッケー、それならウッドね、転がしつつ生き玉守ってあげて、さあ削っていく。いいね、これで好きだと思うんで相手は。さあオッケー、これ入るよ、マスキが入るし、いやそれマスキ入るよ、スキも切る。いやいいね、オッケーオッケーオッケー。いやこれでかいね。でアド取れてるんでケツバルーンかな。ここはアドは取れてないとアドは取れてないけど相手が苦しかった。これさ、俺思うんだけどさ、なんか、え、マジでそれトルネかな。これさ、ヤナメでもさ良さそうだよね、ボムバル。どうなんだろう、結構強い気がするんだよね。さあこれは相手結構きついんじゃないかな。これで多分爆破も入るんで、うわーロケか、ロケ撃ってくんだそこ。とはいえね、ディガーが削ってくれてる。いやー熱いねー、これでかいよ。攻め吐くかな相手は。でアイゴレだったらね、トルネで多分吸ってくるんで、ここはねボムターですね、ボムで守ってあげて。あーなるほど。さあここはねトルネで座れないように警戒しつつ、さあいいね、これマスキにタケがね行くんで、そこからねしっかりと、しかも雪のままで打ってあげて迫撃を完封。完封ってか一発も入れたくないね。で攻め迫くるでしょ。おーなるほど、攻め迫来ないと防衛かな、ここは相手。いやーこれさあれだな、ウッドプラスの雪のまで多分ガンガン削ってっていいね。こっちはなんと一発入ってる、それ痛い。いやまあとはいえね、こんな感じで、え、ウッドの良さはマジでこれだよね、削れるもん、これマジで熱いもん。さあコッキー迫撃来る、読んでる。これ攻め取るに来そうなんで、スケまで出してあげてね。さあここでディガープラスのあれで削っていく。さあこれ取りに来てもいいようにね、しっかり出して。さあここはもうね、相手にペース握られたら終わりなんで、しっかりとね、しっかりと対応していきます。ここは OK、 これで完封していく。いやいいね、流れいいよ、めっちゃ OK。 これは好きで竹取ってあげて、さあめっちゃいい、 OKOKOK、 間に合ってるでしょ多分。取りに来るかな相手、ただここは迫撃で、あーなるほどね、オッケー。それなら、こんな感じでね、やってあげて、相手ね、絶対マスキ切るんで、マスキじゃねえや、それ切るんで、さあこんな感じで、ガンガン回していく。いいよ。バルキリー回った？あ、でもこれはきついでしょ、多分。ディガーが。いや、待って、マジでロケットえぐいな。お前強っ！えぐいことになってるわ。ロケットが強すぎる。さあ、これはもうバルーン竹取りで削っていく。さあこれでスケが来る？バルキリーか。いやー待って、これやばいかな。ロケットで持ってかれんのか、もしかしてこっから。そんなオチある？いやでもこれね、バルーンうざいはず。オッケーオッケーオッケー。さあ攻め拍は美味しいね、ここに来ての攻め拍はマジで美味しいね。もう通んないんでね絶対。さあオッケー、これで GG かな。リガ入ってオッケー。いやこれ勝つのでかいな、マジで。ウッドの良さだね、これが。バルーン飛ばさずにディガーウッドでまあ勝てるっちゃ勝てるからね。ってことで 7-1 いったかな。でさあどこに見るんだっけ、ここか。さあ 7-1 いった、100だけ上げて終わりたいと思います今日は。ってことでね、ご視聴ありがとうございました。この動画良かったらチャンネル登録と高評価とコメントお待ちしております。今日ね頑張って爆上げするんで、明日の動画楽しみにしていてください。ってことでバイバイ。